終わってるんですか。はい。いやいやいや、僕も見たかったんですけど。終わってるんですか。終わってました。いや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 、そうですね。先にドア塗ってほしいって言われて、次の神に先ドア塗ってって言われたんで。いや絶対無理。おはようございます。おはようございます。部品の注文するやつを決めてるところと、今回はドアとテープと、もうこの車のここだと、はい、なんでいる部品を拾ってるところです。これは板金で直すんですか。今回は交換で修理します。保険なので。じゃあ今回の車両保険ということで全部新品に交換して終わりですか。いや、他の傷も一緒に直します。機械だったらここも一緒に直そうかなと思って、お客さん自分で缶スプレーで塗ってるので、一緒に直そうかって言ったらかなり喜んでくれてました。この傷はいくらで直すんですか。無料です。普段は企業努力で安くで直せてるんですけど、保険の修理だと正規の金額がもらえるんで、そのうちが普段安くしてる分と、その保険でもらえる分ので、他の傷とかもちゃんと修理して戻すようにしてます。今回あれでしょ、回ってるから言ってるんでしょ。疑ってる。もし疑ってるんだったら、万が一の事故とかであって修理、自己修理があればうち持ってきてもらったら本当なのが分かると思います。実際持ってこいと、はい、いうことですか。そういうことです。じゃあまあ信用できそうですね。はい、結構行ってますよね。そうですね、結構くしゃっとパパッと交換して終わりですか。いや、ドアの経年の方も中川奥も行ってるので、結構シビアにやらないと、あとドアの締まりとかも悪くなるし、ガタガタに、このパネルとこのパネルがこうずれてついたような感じになったりするし。確かに、すごい凹んでますもんね。はい。付け根から慎重に引っ張っていかないと、ちゃんと直らない。やると思うんですけど、もう結構シビアなところなので、まあ、神様にも一緒にやってもらおうかなって思ってます。板金の神。神がいてるんですか。います。なるほど、これぐらいのレベルになると神が出てくるわけですね。そうですね。だからその神も撮影してもいいですかね。いいと思いますけど、遠くから撮った方がいいと思います。なんで。神様なんで。なるほど。その説明とかはしてもらっていいですか。はい、説明は分からない。はい、勉強にもなるんで説明します。じゃあとりあえず部品頼んでいって修理にかかっていくって感じですね。はい、そうです。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。どうしたんですか。なんか慌ててますね。神に先ドア塗ってって言われたんで、急いで塗ってほしいって言われて、うん、慌てて塗ろうとしてるところに。なんでですか。段取りで。なるほど、まあ、塗らないとダメな理由があるんですね。そうですね、塗ってきます。
何してるんですか。なんでいつもそんな近いの。近くないで、この遠いねんカメラが。足付けです。足付けです。これ何の足付けしてるんですか。フロントフェンダー。フロントフェンダーですね。あー結構時間かかりましたね。そう、2週間ぐらいかかったような感じするんです。入ってきて2週間ぐらいでですよね、あの車。そうですね。ポルシェとかのパーツアメリカから取ってるんで、だいたいそれです。2週間ぐらい。うん、足付け終わったんですか。今度この後塗装ですか。そうですね、一旦プライマーを入れてから、うん、プライマー素地、あの新品なんで、うん、素地の時は一旦プライマーを入れて剥がれにくくするんですか。そうです、密着するようにちゃんと。そこって見えないとこですよ。めっちゃ細かいところまでペーパー当てるんですね。こんななんかこのチョボのこんなとこまで当てるんですか。こんな当てても当てなくても一緒じゃないんですか。見えないんでね。でも、うん、その下は剥がれたりするのが私は嫌なんで、ちょっと細かいところまで。あ、性格的にですか。じゃあこれをちゃんと当てない人もいてるんですかね。そうですね、見えないところは当てないで、そのかかる部分だけ当ててっていう。そういう人は剥がれやすいんですね、じゃあ。そうですね、きちんと当ててたら大丈夫だと思うんですけど、そういう見えないところも当ててる人は少ないかもしれない。ちゃんと当てない人も、ちゃんと当てる人も、塗ってしまったら一緒ですよね。一緒ですね、塗ってしまったら。ほんなお客さんは分からないですよね。うん、ここはね、もう つくんで、ヘッドライトが。ってことは、こんだけ綺麗に当てたのに、これはお客さんには伝わらないってことですね。伝わらないとこです。悲しいですね。悲しいですね。一番ちょっと当てにくいんですけど。この裏とかもめっちゃきっちし当たって、こんな見えないとこでしょ、完全に。ドア閉めたらっていうか、もうドア開けても閉めても見えないですよね、多分。そうですね。こだわりですか。こだわりです。前から思ってたんですけど、塗るときいつもこれも綺麗ですよね、この棒も。これも塗るんですか。他の塗装のおっさんなんかこれめっちゃ汚いまま塗ってますけどね、いつも。もう塗り終わったんですか。塗り終わりました。今え、クリアは今から。今から見よう。組むんですか。はい、神が今回は取り逃がしませんよ。神、
紙を届けた。何ですか？え？終わったんですか？終わりました。終わりましたよ。めっちゃ綺麗くなりましたね。めっちゃ綺麗くなりましたね。完璧ですか？完璧です。塗装はどうですか？うまくいきましたか？もちろんです。うん、完璧ですか？はい。じゃあちょっと説明お願いしたいんですけど。はい。とにもかくにも、ドアの付け根の板金取れなかったです。めちゃくちゃ早かったですね。ですね。びっくりしました。でもちゃんと綺麗に。ドアどうなんか開き具合っていうか。もう最初は？最初もう開かない、当たってたので、うん、もう全然スムーズに開閉できなかったんですけど。うん、何やってたんですか？全然見えなかった。この根元のところからこう引っ張って調節してたんですけど、うんうん、ドアの付け根の部分を引っ張ってた。はい、すぐ終わっちゃったね。本当にびっくりしました。すぐもっとかかると思ってたんですけど。ドアさっき塗ってくれって言ってましたもんね。はい、だから髪の中ではこう頭の中に直ってたんですよね。はい、ですね。あとはなんかそこのキャップっていうかガソリンのところ、はい、磨いたりとか、バンパーを、はい、ボンネットを磨いてましたよね、最終的に。そうですね。なんか色々ついでになったんですね。めっちゃ車綺麗になってますもんね。ツヤツヤになりましたもん。気になる小傷は磨いて、うん、で最初お客さんが
ここ一緒にしようかって言ったと喜んでもらったところも、ここ完璧なはい直して、で塗装したり修理したところはもうちゃんと最後コーティングもかけて、はい、ということは今回お客さんからすると、はい、あそこのドアの付け根のところを頼んだにもかかわらず、フロントバンパーピカピカになって1本、はい、ボンネットも磨いてもらって綺麗になって、はい、なって、で最後なんかどこか磨いてましたよね、後ろも。そうですね、もうここ磨いたついでにこっちまで一緒に磨いて、はい、でそこのなんか後ろのキャップのところの傷があった、そうですね、小傷があったので一緒に磨いてあげたんですね、はい、もうピカピカじゃないですかこれは喜んでもらえると思ってます。納車が楽しみです、ね、なんか塗装の表面の肌っていうか完璧ですね。なんかその塗装終わった後の埃の処理、はい、めちゃくちゃ早いですね。そうですね、塗装終わってからのその磨きってなんか YouTube とかで埃だらけになってますけど、他の人はこのドア、はい、フェンダーで埃何個ぐらいだろう。こっち1個、こっち2個、3個です。これ早いわ。パッと磨くだけで終わってます。そうですね、すぐ磨けました。いつもそんな感じですか？いつもそんな感じです。あんまり磨くことない。はい。触ってるとことかなんかあったりするんですか？表面の塗装肌をできるだけあの外車の元々の肌に近づけるように塗る、うん、国産車と外車ってやっぱり肌が違うので、う外車の方が粗い、ちょっとのぺっとした、国産は比較的細かい感じ、うん、なるほど、確かに言われてみればなんか外車の方がのぺっとしてますもんね、はい、やっぱ分厚いクリアが。そうですね、分厚い、国産は薄いですよね、はい、国産は国産に塗装に合わせて、はい、会社会社に合わせるのがこだわり、こだわりです。ゴミは少なめになるの分かってるので、うん、最後肌とかは磨きで調節とかもする人いるんですけど、うん、その手間も省けてるように塗装で肌を合わすように。なるほど、車の肌に合わせて、はい、今日の車ですか？今日の車です。はい、楽しみです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ、そうですよ、忘れてた、保険の修理ですけど、はい、ここだけ直して返さないと、はい、いろんなサービスをつけて返す、はい、普段からやってるんですよね。普段からやってますよ。カメラを回ってるからじゃなくて。違います。僕はこれを見た会社乗ってる人のお客さんも、もし事故したり自分でぶつけちゃったら PICAだけでも持ってきてください。はい、よろしくお願いします。